エアナイジェリアはかつて存在したナイジェリアの航空会社。ムルタラモハンマド国際空港をベースに国内線、国際線を運航しており、イギリスのバージンアトランティック航空は49%を出資していた。そのためバージンナイジェリアとも呼ばれた。2009年にナイジェリア国内資本の航空会社として再出発したが、2012年9月に運航を停止した。 バージンナイジェリア塗装の A332003 年、ナイジェリアエアウェイズが運行を停止した。これを引き継ぐため、2004年9月28日に、ナイジェリア政府とイギリスのバージンアトランティック航空は、共同で、ナイジェリアに、新しい航空会社、バージン、ナイジェリア航空を設立することで合意。翌年の2005年6月28日に、エアバス A340 から300で、 ロンドンヒースロー空港へ就航を開始。当時は国内8空港、海外8空港へ就航していて、将来的にジョンカイケネディ国際空港、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港、ワシントン・ダレス国際空港へ就航を予定していた。2008年にナイジェリア国内線事業について、ナイジェリアの航空当局との方針の違いによって、 バージングループが出資の是非を検討し始め、2009年になり、長距離国際線の運行停止を実施し、2009年9月、エアナイジェリアへと社名変更を公表。バージングループは株式をナイジェリア国内航空会社に売却し、撤退、規模を大幅に縮小。2010年6月に社名変更を実施した。B737、バージンナイジェリア航空ルートマップ。 ありがとうございます。